カール・ベンドリンガー、そしてマイケル・アンドルッティが現在5位です。さあ虎視眈々とこのリバッツァで前を行きます。ベンドリンガーを追っています。あ、それからまだ鈴木アグリがベンドリンガーの前で頑張ってますね。タイム上がってきてるんですよ、アグリ選手。そうですね、はい、鈴木アグリも現在13位。前を行きますのはフィリップ・アリオ、さらにはファブリツィオ・バルバッツァーが、ま、その前にいるわけであります。上位陣はプロスト、セナ、シューマッハ、ベンドリンガー、アンドレッティ。うん、アグリ1分29秒台ですか。29秒台ですね。はい、いいですね。鈴木アグリも33周目、それからアンドレッティの後ろがジャン・アレジであります。さあ入られました。さあアンドレッティが刺すか、アウトから行く。そして土佐のインに入った、ベンドリンガーを刺しました。マイケル・アンドレッティ F1 グランプリ、あーとっとっと、また抜き返された。初めていいシーンを見せたんでありますが、その直後テールがスライド、苦虫ロンデニス。中島さん一旦抜いたんですがね。そうですね、ここですよね。どうぞ一言。いやもうよくあることです、土佐では、はい、入り口から行くとやっぱり濡れてますからね、はい、ただ湿ってますから、その寄せを買って加速できない、はい、まあそういう状況だったんでしょうね。そうですね、あの土佐の出口っての難しいんだそうですがね。あーっとアンドレッティスピン、これじゃあせっかくな、あーどうかコースに戻れるか、戻れそうにない、止まってしまいました、マイケル・アンドレッティ。あー、うん、エンジンが止まっちゃいましたね、うん、止まりましたね今ね、はい、4位に上がった直後また抜き返されて、そして今バリアンで上がった馬場さん、はい、ちょっと雨足が強くなってきましたね。強くなりましたか。あ、そうですね、私どもの放送席からスタンドを見ますとはっきりと今肉眼で雨が見えます。